ノルウェークルーズは続きます。なんていう名前の、島の名前があるかどうかわかんないですけど、家が2軒あったんです。この今映ってるのとこっち側にあった、誰かのお家かしら。いや、こういうとこで Airbnb のホストしたいですね。エレガントダイニングですね。シットダウン、座って食べるとこです。ビュッフェではないんですけどね。これ青階段ですね。で、座る場所、日陰、窓なのはいいんですけど、日陰に座りたいってことを言いました。シード、どの席も、日陰というかちょっと曇ってるんでね。で、こうバスがもういっぱい来てて、ここはグレーシアっていうと、氷河が動く、こうゆっくりと動く氷河ですかね。で、これが朝ごはんのメニューです。